ご主人様。ああ。おはようございます、ご主人様。おはよう。で、その格好は。気に入っていただけましたか。深おっぱい。いや、ブス。やっと目が覚めたのね。本当にクズでのろまなご主人様。こんな時間に何の用だよ、キリハ。それに。なんだよその格好は。メイドよ。少年だけじゃなく目も腐ったのかしら。そろそろ説明してほしいんだが。ご主人様としての命令かしら。ああそうだ、おば様に頼まれたのよ。一匹では何もできないクズ虫の面倒をね。これは虫かよ。ごめんなさい、虫は自分を虫だと自覚することできないのよね。もったいちゃんと集中してるのかしら。あ、当たり前だろ。ご主人様、また明日。け、切りはめ、人のお宝を根こそぎ捨てやがって。ねえ、切りは、たっぷり奉仕してもらうぜ。お、どうぞ、ご主人様。おう、サンキュー。妄想世界の私にいろいろとご奉仕させてたようね。ごめんなさい、ごめんなさい、もうしませんから。これ以上は堪忍してください。そんな謝罪要求してないんだけど。俺はどうすれば。今のあなたは私のご主人様、それくらい自分で考えたら。エーシュ、お土産買ってきたわよ。うわぁ、おはよう、母さん。朝から元気なのは分かったから、早く服を着なさい、風邪ひくわよ。おはようございます、おばさま。キリハちゃん、このバカをよろしくね。任せてください、責任持ってしつけますわ。うわぁ、どうすればいいんだ。おば様公認だからいいんじゃない。愛してるわ、英春。